イベント決定。あ、1月25日セレナっていう場所で、セレナ新しい会場です。詳細は下に概要欄で貼っておきます。はい、チェックしてみてください。シェーチェキラチェキラ。ようこそ。あ、僕の別荘。あ、これ、あ、これ正義さんの別荘ですか、これ。そうなんですか。これ正義さんの別荘ですか、これ。なわけねえだろ。いやー違います。違う違う違う、スーパーサイヤ人。そんな嘘つかないでしょ。違うよ。帰ってた帰ってた。後ろからテクテクついてる。やばい、変なやつ来た、変なやつ来た。お手取りだろ。ほらーナイト ST スタジオ。珍しいですよ。出張編でございます。私たち今進学旅行で、進学旅行、新年の旅行でね。そうだね、軽井沢に来てるんですけど、島田秀平さんが話で出していたような超有名な橋がございまして、そこから500メートルぐらいのところにもう来てます。ここ来てんの。はい、うわーマジ。その橋は飛び降りの名所みたいな。飛び降りの名所、自殺の名所で、自殺する人があまりに多すぎて鉄格子がついてるような。え、自殺しないように。うん、マジで。まあ怖いからまあ昼に行ってるんですけど、僕たちちょっとね、家に霊が出すぎた結果知ってしまった事実として、意外と幽霊が昼も活発っていう。そうなんですね。あー、そうやね。ただやっぱ皆さんやっぱホラーが好きなので、はい、何かね、映るか声が入るか。ちょっとこれシャレにならんのちゃいます、ね、プラスもう飛び降りる人がそこにいるかもしれない。いや、どうしようね。どうできるか。旅行楽しもうよ。こんなとこ行ってないで。じゃあ帰ろっか。じゃあ帰ろっか。帰ろっか。そう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 、ごめんごめん。嘘嘘嘘。悪かった。嘘嘘嘘。嘘嘘嘘。走り置いとくよ。じゃあ行きましょう。ちょっともうすでに雰囲気がおかしいんだよ。一瞬ね、もうその橋見えたけど、うん、バリ怖かった。怖いね、バリバリだ。もうなんか行ってる。うわ、早っ早っ。大丈夫かあいつ。あいつも向かうのか。え、そこじゃない。え、これ、え、来た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 。え、これ、え、この橋、これ普通じゃん。え、これ、いや、鉄格子あるでしょ。え、すげえすげえすげえ。ああ、え、高すぎる。え、で、これ落ちてる。え、ひとたまりもなくね。うん、そっか、高っだよこれ。やばっ、鉄格子不自然すぎだろマジで。やばいん。てかさ、思ったんだけどさ、あそこの橋にしか街灯がない。橋の途中にしか街灯、それ以外ない。4灯だけついた、他全部ない。え、なんで。いろいろ対策。ああ、そんなにじゃあ死んでる人多いと。いや、やばい。てかまずあそこで一人死んでるっていう事実がもうすごいね。ちょっと歩いてみましょうか。後で分かったことだが、ここは島田秀平さんが決して近寄ってはいけないと言っていた心霊スポットであり、20人以上がここで自殺したと言われている。ここには2つのタブーが存在し、1つは橋の真ん中でエンジンを止めてはいけない、2つ目は近くの祠でお参りしてはいけないということである。いやー、いやちょっと、え、高すぎ。景色やばい。高すぎ。高いよ。え、でも橋の方がやばいでしょ。これなんて書いてあるんだろう、これ。はい、え、なんて書いてあるんだろう。うわぁ、やだぁ。これも怖すぎ。怖すぎる。これが元の橋なんだろうね。うん、で、これとこれが足されたんだよ。え、これとこれで、飛び登らないようにこういうのも上のさ、この鉄のやつあるじゃん。なんならじゃああれでしょうか、これ第1回目の対策でしょ。これ、これもトゲトゲしてる。だからトゲトゲしてるもん。でもこれを当たり前に通り過ぎていくからここまでできた。いや、ちょっとマジでやばいよ。でも、いや、下やばい。この高さだったらやばいけど、別に間違って落ちちゃうよ。確かにほんまにやばい。ちょっと見て景色、これやばいって。うーん、この高さがもう、え、マジ人だまりもなくて、かっけ。確実なこと言っていい、同じ道だったら。ちょっとやめよう。誰か知らない、絶対歩いて。じゃあやめよう。一応超えたね。超えた。え、昭和44年。え、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 
一応超えたね。超えた。今俺それが全く同じタイミングで気づいて、そう、俺はあれに気づいてやばいって言おうとしたら、めっちゃ腰痛いんだけど、やばくない？あそこ行く？行ってみようよ、あそこ行ってみよう、気になるわ、さすがに。なんだこれ、何も書いてない、やばい、大丈夫、めっちゃ変なんだけど、ん？大気がやばいらしい、大気やばい、もう突っ込まれた感じになる。え？このロープ何？確かに何？いや何これに関してはマジで、いやこれしかもなんか、てか、お前それ映画だ、いいの大丈夫？そう、なんかお前大丈夫？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 ホラー映画でしか見たことないんです。やった、これで首吊れるじゃん。うわ、え？これ表面アウトじゃね？これ入っちゃまかったの大丈夫か？すんげえ怖いこと、なんでね、ここだけめっちゃ気入ってる。え？この辺なんか、そう、これ枯れてない？緑で全部木ない、あ、木が緑でここだけ、で向こう枯れてるんだ、ここだけが緑。このロープ何？すげえ、このロープなんだろう。わ、マジで腰やばい。大丈夫？そんなやばい？ほんまに痛い。腰？俺ね、あっち側にこうやって見ると耳出ちゃうやん。物をこうやって引っ張る。ちょっと入っちゃいけないんだよ。声は確実にした。した。もう絶対入ってる。全く同じタイミングだったもん。全く同じ。緊急事態すぎない？これ。やばいやばい、大丈夫？いや、いやいや、やばい、大丈夫？大丈夫？大丈夫？え？え？俺そんな道しとったっけ今日？森の中とか歩いてないでしょ。え、待って待って、え、俺もだ、え、ガチさ、え、俺もじゃん、え、待って待って、ガチでさ、葉っぱさ、バンってなってないよね。なんで？え？そんなとこ、正義の、俺も、え、俺も、俺も、え、本当だ、え、どこ？え、本当にない？どこで？え、草触れてねえ俺ら。上まで着いてマジやばいよ。こっちだったら分かる、あの、俺がこうやって歩いてきたら分かる、俺こう歩いてきたからね。映像で見て一回もね、当たってるとこなかったら本当にヤバいことある。上に関してはマジで意味わかんない。ほんとわかんない。この人数気づかないなんてある？恭平だけ逆に何もない、うん、何も痛くない、何もない。逆に恭平さんにヤバいのかな、してみる。そう、何にもないんだよね、俺だけ。それにしても高さがやっぱりヤバい。綺麗のマジで、ほんとにヤバい。何メートル？マジで300はない。200ぐらいまあ、ちょうど本当にマカオタワーぐらいかな。俺の感覚的にはまあ一回飛び降りたんで。じゃああれ命綱なしだ。やばい、命綱あっても死ぬと思う。ちゃんとあれ滞空時間ってちなみに何秒ぐらいある？え、めっちゃ長くなった。意外と長い。10秒ぐらい飛んでる。うわ、右足痛くない？今で、俺も今右の、俺ここめっちゃ痛いんだけど今。なんで、なんか二人もう痛い。俺今右足、俺右足今めっちゃ痛い。体に異常をきたして、え、ガチ耳も痛いでしょ、だって。それ左耳だった、今治った、それは。え、クソ重い、クソ重い、やばいやばい、ほんとやばい。え、そんなやばい、ガチやばい、ガチやばい、めっちゃ重い、右足ここ。重い、めっちゃ重い。じゃあ誰か見える方いましたら、え、ガチちょ、見て俺の腰もね、ノリもちょっとやばいらしい。やばい、右やばい。え、ちょっと俺もここら入ったからさ、一応見てほしい。お願いします。はい、ということで、はい、やばいかもしれないんで、もうこのスポットはここで帰りましょうか。はい、もう帰ろう、退散しましょう。もう帰ろう、帰ろう。あの声は全部入ってるし、声は入ってるはず。ソウルユニゾンしちゃってるから。ソウルユニゾン、仲間同士やっぱ引き付け合うものあるんじゃないですか。こっちの例とこっちの、そうそうそう。はい、ということで、何か分かりましたらコメントでお願いいたします。お願いします。少しでも怖かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。今なんかノリのこっち側に俺人影見える。嘘でしょ、だから俺今ずっと一人でこうやってこっちに寄ってた。ちょ、やばい、やばいじゃないの。全然なんか入ってないやついると思って、本当に怖い。今もうめっちゃこっち寄ってたし俺、え、見えてた、こっちで見えてた。いた、な、人っぽい影があるの、あって、え、ノリかなと思って、全然ノリ入ってねえと思って、こういうふうに。やばい、ちょっと、やばいじゃん。超えた。